今日のランチは汁なし担々麺をいただきたいと思います。これは何回か食べたことある日清の汁なし担々麺ですが、買い物行った時に見つけました。こちらテーブルマークの汁なし担々麺もありましたので、同時に食べて味の違いを感じてみたいと思います。レンジでチンしました。こちらはテーブルマーク汁なし担々麺です。でこれは汁なし担々麺はついておりませんが、チンケン一四川シューマイです。僕は冷食でめちゃ美味しいなと思うシューマイです。こちらがテーブルマークで、こちらが、はい、日清の汁なし担々麺です。こちらにも四川シューマイを1個乗っけておりますが、両者の違いとして色が全然違いますね。日清の方が辛そうな感じがします。あとテーブルマークはトレーのままレンジでチンしてこのまま食べれるといった、こちらはお皿を準備をしないといけません。あと日清の方はホワジャオがついておりますが、これですね、花椒入り唐辛子パック付き、こちらには添付のホワジャオなどはついておりませんので、もともと中に入っている感じです。それではまずこの馴染みのある日清の汁なし担々麺からいただきます。やっぱ美味しい、美味しいですねこれは。でこの花椒入り唐辛子は少量入れております。少量入れることによって、はい、ピリ辛になっております。ちょっと逆になってますが、少量でピリ辛、全部入れると超辛いの、前全部入れたことがあってすっげー辛くなってしまったので、今日はピリ辛にしております。美味しい。これは辛いもの好きの人は全部入れてしまえばいいんですけど、全然入れなくてもそのままでも十分美味しい麺料理として成り立っていると思います。だから辛いものが苦手な方でも何も入れずに食べてみるとか、まあ、若干辛いですけど、それでもすごく美味しいと思います。久しぶりに四川シューマイを食べましたが、やっぱすごく美味しいですねこのシューマイは。では続きましてこちらテーブルマークいただきます。こちら全然別物ですね。やっぱり味は全然違います。それで辛さは、ま、この今口の中が辛さに慣れてるかもしれませんが、辛さはそれほどなく、ま、ありますけど、
優しい辛さだと思います。それでもう味の明らかな違いとしてはテーブルマークさんの方はものすごく花椒を感じますね。フォアジャオがめっちゃブワーってなってます。これはでとなるとこっちの日清さんはどうかというと日清の方はもちろん花椒の香りはするんですけどこのテーブルマークが強すぎてイメージとしてはすごいです。テーブルマークイコールフォアジャオの香りがすごいと。で辛さの指数は僕的には同じぐらいかなと思います。あんまり辛くないとは思いつつもやっぱりフォアジャオの刺激があるのでその四川シューマイを食べることによって四川シューマイがものすごく美味しい、もともと美味しいんですが肉の甘みをすごく感じますね。これとても美味しいです。ここでですねなんと2つの担々麺を混ぜ合わせてみました。僕のアレンジレシピ第4弾となります。この2つの担々麺を混ぜることによってどうなるでしょうか。改めていただきます。もう見た目は味の濃かった日清さんよりの見た目になっております。で、どの麺がどちらかというのは全く分かりません。あの2つの味が全然違ったんですけど日清さんの旨味、若干甘みのあるような旨味とテーブルマークさんのフォアジャオの香り、これが両方いっぺんにきます。なので2つがガチってまさに一緒になった味といった感じです。でこの日清さんがこっちにあったとしてテーブルマークさんがこっちにあったとしたらこれがこういう風にちょうど中間ぐらいになるような感じなのでどちらかの味が好きという場合には混ぜない方がいいかと思います。が、この混ぜることによって、味が劣るとかそういうことではなく、これはこれで普通に汁なし担々麺として販売しててもおかしくない味だと思います。なので、一回食べます。ご夫婦とかもしくは夏休みとか日曜日の兄弟姉妹とかこれを2つ買ってチンをしてこう混ぜて2人こう分けるっていうのもいいかもしれません。先に日清さんの甘みが来てその奥でテーブルマークさんの花椒がブワーッという風に奥から前にこう出てくる感じで美味しいと思います。ごちそうさまでした。ご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。